トゥッドゥス・ホスティリウスは王政ローマにおける第三代の王。王政ローマの他の将王と同じく一般的には伝説上の人物とみなされることが多い。その後もローマで元老院会議場として長らく使われたホスティリウスの会議場を建設したとされているが、もともとは会議場の名前が先にあって、後に伝説の王の名前に転用されたのではないかと唱える。 歴史家もいる。王政ローマでは初期の頃、王はラテン人とサビニ人から交互に選ぶという取り決めになっていた。初代のロームルスはラテン人で、第2代の沼ポンピリウスはサビニ人であったため、第3代はラテン人の名門出身であるトゥルス・ホスティリウスが選ばれ、紀元前673年に即位した。 彼の祖父ホスティウス・ホスティーリウスはサビニ人との戦争の際に奮戦し、華々しく戦死した名称として有名であった。その頃、ローマは隣国アルバロンガとの間で農地の境界をめぐる不満が蓄積していたが、強国であったアルバロンガを恐れて話し合いで解決させていた。だが大位についたトゥルスはこれを戦争で解決することを主張する。両国は戦争となるが、 アルバロンガは、初代王、ロームルスの出身でもあるため、無用な流血を避け、代表者同士による決闘で勝敗を決めることとなった。ローマは、ホラティウス三兄弟、アルバロンガは、クリアティウス三兄弟を代表とし、はじめは、アルバロンガ側が圧倒するように見えたが、結局は、ローマが勝利した。結果として、アルバロンガは、ローマに忠誠を誓うことになったが、 内心では大いに不満を抱いていた。そのため、アルバロンガは、フェデナイトウェイー二都市を先導し、ローマに宣戦線復刻させる。そしてアルバロンガは、ローマの味方として参戦するように見せかけながらも、戦いの瞬間に裏切る計画を立てていた。だがトゥッドスはこの策略を見抜いていた。フェデナイの近くで戦闘が始まると、アルバロンガ軍は、ローマ軍から離脱して、 フェデナイウェイ連合軍の方へと駆け出した。しかしこのタイミングで、トゥッドスは敵軍に届くほどの大声で、身をなんと勇敢に飛び込んでいくのか。敵はすぐに騙されていたことに気づくぞと叫んだために、フェデナイウェイイ連合軍は大混乱を起こして敗走した。そしてその戦いの後に、アルバロンガの王は戦勝祝賀会に、 招待されて武器も持たずに出席したところを捕らえられて処刑された。アルバロンガの都市は完全に破壊され、住民はローマへの移住を強制された。しかしアルバロンガ人は奴隷にされたわけではなく、全員がローマ市民権を与えられ、有力者の一族は元老院議員となった。ユリウス氏族はこの時移住させられた有力者の一族だと言われている。また、 議員が増えててゼマになったため新たに建てられた会議場がホスティリウスの会議場であるとされている。その後、紀元前641年にトゥッドゥスは死亡する。32年の知性であった。伝説によれば、戦王沼ポンピリウスの残した章元にユピテル人を呼び出そうとしたが、あまりに儀式が粗雑であったために、神の怒りを買い、落雷に当たって死亡したという。 ありがとうございます。